おいいですね、つきました。首こり、肩こり、腰痛をサンドイッチ刺激で改善です。皆さんこんにちは。縦巻き横巻きの法則開発者の内石和彦です。どうかよろしくお願いします。今日はですね、縦巻き横巻きのですね、撫で方についてですね、お話ししようと思います。私よくですね、縦巻き横巻きの有効性をお伝えするときに撫でてですね、表現するんですが、その撫で方についてですね、ちょっとまたですね、面白い、また効果が高まるですね、方法をお伝えしようと思います。ズバリ、首こり、肩こり、腰痛をサンドイッチ刺激で撫でて改善です。ではこのですね、サンドイッチ刺激っていうのをですね、ちょっとですね、試してみようと思いますので、ではですね、今日のモデルさんをですね、紹介します。どうぞ。で、当時のですね、クラスさんでですね、久しぶりにですね、LINE されるんですけど、なんかですね、聞くとこによると、もうお仕事でもう手をたくさん使ってしまってですね、もう大変、もう首とか肩とか腰が痛いっていうね、本日お越しになったんですよ。ではもういいモデルですねってことでですね、お願いをしました。ではこの方がですね、どの程度おつらいかですね、ちょっと検査しようと思います。ではですね、手を横から上げましょうかね。はい、おお、結構きてますね。はい、下ろします。では顔左右向きましょうかね。右向きます。はい、反対向きです。あ、 OK です。ではこんな横向きですね。そして手を前から上げてください。あ、硬いですね。はい、では頭を前に倒しますね。はい、後ろに倒します。はい、 OK です。じゃあ次にですね、腰もなんかおつらいそうなので、ちょっと腰も見てみようと思います。ではですね、体を前に倒します。今ですね、手の先っぽがですね、これぐらいかな、ついた状態。まあこの方は結構柔らかいのでですね、だいたい指がこれぐらいついてます。はい、起こします。いや、反ってみてください。あ、これが全然いかないですね。今痛みありますか？はい、どこが痛いですか？あ、首が痛い。腰も、あ、首も腰もなんか痛いそうです。 OK です。結構ボロボロですね。では今からですね、縦巻き横巻きサンドイッチ刺激でどこまで変わるかやってみようと思います。はい、まあ、いきますね。じゃあまずですね、触る場所として、ね、いくつかやっていきますので、そうですね、二の腕からやりましょうかね。あ、その前に大事なことを忘れてました。この方の縦巻き横巻き、どっちがね、縦巻き横巻きかですね、検査しようと思います。じゃあですね、左手をこうします。はい、横巻きをこうしますね。そしてゆっくり上げてください。はい、 OK です。今スムーズでしたね。今度は右手をこうして、左手をこうします。で、上げます。お、ちょっと止まってきましたね。はい、OK です。はい、じゃあもう一回左手をこうですね。右手をこうします。はい、ゆっくり上げます。やっぱり上げやすいですね。はい、まあね、うちはトイのクラさんなんで分かってるんですけどね。この方は、左が縦巻き、右が横巻きの体です。では今からですね、そういう方向にですね、刺激をしようと思いますので。では行きますね。まず二の腕ですね。ここ行きましょうかね。大体10回ぐらい行きましょう。サンドイッチですね。これ挟んでます。大体10回ぐらいでいいですよ。横ですね。ちょっとこうしましょうかね。横巻き。横なんでこうですよね。はい。こっち向きます。こんな形で、挟んでこういう風にですね、刺激をしてください。じゃあ次、首いきましょうかね。縦巻きなので、こっちですね。首の前、あんまり押し込まないようにしてくださいね。首と後ろですね、これをさすります。撫でますね。横巻きの首をですね、撫でます。サンドイッチ刺激です。
ですね、まあ、こういう胸なんかもやってもいいですね。こうなんか息苦しそうですね。もう本当たくさん手を使ったんでしょう。横巻きいきますね。じゃあ最後ね、腰をいきます。ここですね。以上となります。で今ですね、どの程度変わったか検査をしようと思います、はい、じゃあ手を上げてください。横か、横だ、横、横ですね、はい、横から上げます。お、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 おお、いいですね、つきました。はい、ではですね、首の左右ですね、向いてください。はい、反対ですね。お、サンキューでいいですね。どうですか、ちょっと楽になってきました。楽です。オッケー、よかったです。じゃあちら向いてください。じゃあ手を上げてください。お、お、サンキューでいいですね。頭を前に倒してください。はい、後ろに倒します。お、さっきやっぱかなりいいですね。はい、ではこっち行きますね。では、はい、前屈行きます。いいですね。さっきこうだったんだけど、今手のここまでついてますね。かなり曲がってきました。はい、起こします。じゃあ肩の後ろですね。はい、どうぞ。お、今どうですか。気持ちいいです。お、よかった。今ですね、なんか痛みが取れて、なんか気持ちがいいそうですね。よかった、安心しました。はい、いかがだったでしょうかね。こう縦巻き横巻きでですね、もちろん手撫でてる効果があるんですけど、こうサンドイッチ刺激ですね。で、前と後ろを挟んでですね、撫でてあげてください。するとですね、さらにもっとですね、効果が高まってですね、あの大きな変化が出ますので、もうね、ほんとこんだけでもね、全身がゆるゆるにこうなってきますからね。ご視聴いただきありがとうございました。このようにですね、サンドイッチ刺激をですね、ぜひですね、試してみてください。いかがだったでしょうか。手軽に試せるので、ぜひ、身近な人にですね、やってみてください。最後まで映像を見てくださったあなたに特別なご案内です。現在私が発見した縦巻き横巻きの法則、そして新しく発見した新法則を無料でお試しできる無料主義セミナー映像が12月の16日木曜日まで期間限定で公開中です。無料主義セミナー映像では、たった10秒で足を撫でるだけで全身の可動域、そして痛みが改善する手技や、10秒腕を振るだけで肩の痛み、こりが改善するセルフケアワークを全て無料でプレゼントいたします。ぜひそちらもご覧ください。詳細はこの動画の概要欄に記載してある URL をチェックしてください。そしてぜひともですね、今回は応援のコメントください。頑張りますので、よろしくお願いします。では、動画を見ていただき、ありがとうございました。では、今日の動画はですね、なんか役に立つとかですね、面白いと思ったら、まずですね、チャンネル登録をお願いします。そして、グッドボタンやコメントください。励みになりますので。では、次回の動画でお会いしましょう。